とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備、使っていこうと思います。紹介する前に、これだね。以前使ってたのが、これなんですよ。ダイヤモンドの剣、249、黄金。黄金スキルで、追い打ちレベル2がついてました。レベル2なのよね。で、エンチャントが弱体化重力輝き。まあ、見ての通りの防御特化だよね。火力はそんなにないんだけども、生存率は高いんで、なかなか死なないっていうやつだったのよ。でも、火力高いやつが欲しくって、出てきたのがこれでした。ダイヤモンドの剣。251で、黄金スキルが吸血。レベル2。これもレベル2なのよ。残念。で、エンチャントがこういう感じで、重力、爆発、追い打ちにしようと思ったんだよね。まあ、爆発と追い打ちで、だいぶダメージも稼げるし、重力入れてて、まあ、便利になるかなと。これをしようと思ったら、さらにいいやつが出てきた。さらにいいやつ、今つけてるやつ、これ、はい。250のダイヤモンドの剣。黄金スキルで、吸血レベル 3!3 だよ!2と3では 7% か 9% で、だいぶ違うんで、この3はでかい。で、エンチャント見て。爆発、クリティカル、追い打ち。どう?これは、良さそうじゃない。真ん中をね、重力にしようかなと思ったのよ。でも、重力よりも、ここクリティカルで良くない?そう思うんだよね。まあ、とりあえず、爆発、クリティカル、追い打ち。これで、使っていきましょう。今日行くのは、もちろん古代狩りだね。古代狩りの 81%。戦ったことないやつが2体出る可能性があるね。プラス25で出発だ。おっと、今回の古代狩り条件抜群にいいね。シークレット2のチェスト11。これは、ハズレが2個あって、残りは古代人ってことじゃないの?あ、ちょっと待って。ここ俺、間違ってるな。アーティファクトのね、この位置とか、すごい重要だからね。あ、火力あるね。で、重力がないとちょっとどうかなと思ったけども、重力なしでも全然大丈夫。あー、ちょっと待って。あー、雲どこおるんや、あいつ。めちゃくちゃやりにくい。雲どこ?あ、もう倒したの?雲。オッケーオッケーオッケー。火力は抜群にあるね。クリティカルも出るし、爆発でも倒せるっていう。素晴らしい素晴らしい。いいんじゃないの?ホークブランドもね、いいとは思うけども、あれね、クリティカルレベル1しかつかないんだよね。なんでということで、ダイヤモンドの剣にしたんだよな。あっちもね、いいんだけど、クリティカルはやっぱね、3の方が断然なのよ。発動率が全然違うからね。あ、落ちた!パンが落ちた!俺のパンが、下に落ちちゃった。っていうか、ないな。え?ない?もう、うっといな。お前たち。こういう時はね、重力が欲しいなーって思うけど、あれ入れるとちょっとね、一個火力が漏れなくなるんで、あれはなくていいや。じゃあ、確かに便利スキルだけどね。ものすごい便利スキルだけども、いいさ。重力なし。はいはいはい。全然ないよ。びっくりするぐらいないな。どうして？ちょっと待って。ジオマンサー撃っといのがおるな。何やろう。あ、おった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 。ジオマンサー撃っとい。先倒しとくよ。じゃあ、いい火力。
いいね。火力あるなしはもう本当にね、超重要だ。洞窟ない。洞窟。洞窟がない。悲しいね。これもしかしてゼロ？ここ。洞窟ゼロじゃん。最悪だ。せっかくなんか良さそうだったのにね。あ、ここにはあるでしょう。探します。一個もなかった。ゼロ。もう一周行こう。うわぁ。おっと、ここはあれじゃない？飛んでるやつじゃなかったっけ？あ、違うか？死の魔法使いだったかな？どっちにしよう、戦い方はちょっと気をつけないといかんね。一旦離れるか。一旦離れて様子を見ましょう。あー、こいつ、古代の恐怖、あー、マジか。これは、まず、周りの、こいつらを倒さないと、どうしようもないね。バーって食らって死んじゃうから。オッケーオッケー。とりあえず、ここを、減らしていこう。よしよし。うん、別に難なく、減らしていけるね。で、帯電はついてるけども、回復系はついてないんで、いけるか。オッケーオッケー。あ、もうここから撃てばいけるんじゃない？あ、無理無理。瞬間移動があるからちょっときついぞ。オッケー。ちょっ、しゃあ、霊気ついてんのか。もう、あと一発。しゃあ、勇者アーマーか。まあまあまあ、いいじゃないですか。しゃあ、もう一匹来た。なんだったっけ、ここ。え？いや、見覚えはあるのよ。なんだったっけ？確か結構ね、ここら辺に出るから。まあまあ、とりあえず出してみるか。あー、エンチャンターか。最初のエンチャンター。余裕じゃない？引いていけばいいもんね。うん。で、爆発で、ボコンボコンやれば。いけるっしょ。敵は多分無限湧きじゃないだろうから、もう余裕じゃないですか。おー、ちょっと待って、ボコーって殴られた。ボコボコに殴ってくるんですけど、こいつ。あぶねえ。あぶねえ、あいつ。監修のサイス。監修のサイスか。チェーン、どうなんだろうね。あと一匹と思ってたけど、なかったね。まあまあ、いいんじゃないですか。よし、クリアしたんで、見ていきましょう。ちなみにさっき、クリアした時は何もなかったね。よろしくないね。お、ベノムグレイブ。いいんじゃない、エコーか。エコー俺あんま好きじゃないんだよね。ダメ。ロストラーフ。そうね。悪くはないかもね。悪くはない。一応取っとくか。ロストラーフ一応取っときましょう。あれ自体そんな強くはないんだけどね。はい。よろしくない。はいはい。ということで今日はね、これ、ダイヤモンドの剣使ってみましたけども、よかった。やっぱり火力武器っていいね。ガシガシいける。ただね、重力もちょっと欲しかったな。でも重力を入れるなら、確かね、クリティカルを抜かないといけないんだよね。まあまあ、とりあえずこの武器、いいです。なかなか良かった。はい。あ、で、見とこうか。ラストラーフは今買ったやつだし。横、監視のサイス。エコー。いらない。いらないよね。他のエンチャントも、特に、まあまあ悪くはないかもしんないね。エンチャント自体は悪くないんだけど、エコーか。
いりません。勇者のアーマー、微妙、いらない。はい、まあとりあえずね、またやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。